こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は旭日輝くです。朝日が輝きながら昇ってくる。朝日の赤さが生命の躍動を伝え、エネルギーのあふれた力強さを感じさせます。生き生きと希望にあふれた語であります。今から旭日輝くを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。